悪い予感だけどんどん当たってく。形のないものを信じてたってそんなの無駄なのかな。お父さん、春先に届いたこの手紙読み返すのもう何度目かな。10年後の家族へ。明日ムーンライトブリッジの開通式の会場から手紙はタイムカプセルに入れられて届くのは10年後です。10年経ったらゆかりは16歳か。こんなにちっちゃい君がもう高校生なんだね。僕は仕事でいつも君を寂しがらせてるけど、君はいつも笑顔をくれる。今お父さんは仕事にやりがいを感じてる。霧城さんから主任研究員を任されたんだ。すぐに大きな仕事も待ってる。ここまで認めてもらえたのは素直に嬉しいことだ。でも誓っていよう、君や母さんの未来より大事なものなんて僕には一つもないんだ。お父さん、